チャプター9、December 29th。あ、29日になった。1979年。12時から2時 AM の、え、すっ飛ばしすぎじゃない？お、そして放置。何をすればいいの？今回は。カエルハイド君。リンゴの絵か。言ってたね、リンゴの絵。ローザは言ってたな、リンゴの絵が5枚もあると。どこだ？リンゴの絵。あれか。壁際で調べればいいのか？ほい。ほう。よいしょ。壁には生物画が飾ってある。あ、ほい。生物画にはリンゴが描かれている。あ、なんだ？何をさせられるんだい？ないないない。あ？リンゴ。あ、なんか。これ何？お？絵の中にアルファベットが描かれている。え？あ、リンゴの5つの絵には Y のアルファベットか。これをなんか、あれかな？片っ端からリンゴの絵見つけて、隠されたメッセージを見つけろ的な。今のめちゃくちゃ偶然じゃない？リンゴの絵はまだ他にもある。ってことはリンゴの絵のリンゴを調べればいいんだな。あ、なんかスムーズでよかった。他どこにあるんだ。え、こんなのファイルハイド君の部屋にあるってことは他の人の部屋とかも入らなきゃいけないんじゃないの。あ、そういやさ、217じゃなかったっけ、無人の部屋って。無人の部屋に絵あったよね、1個。あれってどうなんだろう。今入れます？お、鍵かかってない。ベッドの脇に置いてあった絵、これも絵じゃないの。調べて、どうだ。これ床の上に生物画が置いてある。あー、そうだよね、リンゴの絵だよね。生物画にはリンゴが描かれている。ドゥルルルルルン。で、これじゃないのか。これか？ああ、これか？あ、N。いやー、これ怪しいけどな。本当に N か、これ。N に見えてるだけなんじゃないの？リンゴ4つの絵には N のアルファベットか。N。今のところ何もわかんないな。イエスかノーかぐらい。他にもまだありそうだな。どこにあるって言ってたっけ？これを探す作業をすればいいのかな？ちょっと探してきます。あ、あるあるある。調べる。これは2個。紙には生物画が飾ってある。失礼しますよ。生物画にはリンゴが描かれている。ルルルルルルン。どこだ。ある。 あったあった。露骨にあるわ。いい。何かあるんだろう、絵は。リンゴ2つの絵には E のアルファベットか。うん、E。あ、これ K 線で、あれか、K 線の数で、何行目かで分かるようにしてくれてんのか。有能だな、この人。他にはまだありそうだな。何番目の文字なのかっていうのを。多分、もう、そのリンゴの数関係ありそうだよね。あと、リンゴの絵、リンゴの絵、ちょっと探してきます。ありましたね。ほい。壁には生物画が飾ってある。はい、いつも通り。生物画にはリンゴが描かれている。いや、まさかこんなリンゴの絵を探すことになるとは。どこだ？どこにある？あったあった。N。また N だ。これ何個だった？リンゴ。リンゴ3つの絵には N のアルファベットか。あ、全然関係なさそうだった。おい、俺の関心返してよ。調べたリンゴの絵はこれで4枚になる。あと1枚は。あと1枚。あと1枚。
どこだろう。とりあえずまたちょっとうろうろしてくるわ。はい、どの旦那、なんだい。ルイス、お前か。どこにいたんだよ、探したぜ。もう、おネームの時間では、君も。ミラが見つからなくてローザの部屋まで行ってみたら、ミラはもう見つかって部屋に戻ってた。かわいそうに。ごめんね。見つかったら知らせてくれよ。そうだよね、俺もそう思う。俺もミラを探してたんだからさ。すまん。うん、どうせまた俺のことなんて忘れてたんだろう。しょぼくれちゃったじゃんか、ほう。おいおい、どんなに腐るな。一緒にボーリングした仲じゃん。それより分かったことがあるんだ。ミラのことが。そうだ、ミラの父親のことだ。ミラの父親は7年前に行方不明になっていた。7年前から行方不明だと。じゃあミラは7年も父親を探し続けてるっていうのか。みんなそれ言うじゃん。そうじゃないかもしれないでしょ。さあな。それは分からんが、何か面倒な事情がありそうだ。もう少し調べてみる。俺の方も分かったことがあるぜ。あの古い鍵のことだ。古い鍵。あれじゃないの、引き出せないの。それからメリッサの母親がここに泊まったことがあるかどうか。2年前の宿帳を探してみた。助かるぜ。ルイス君、何気にいい感じにワトスン君だよな。リンゴの絵はどこにある。まあ聞きたいけど、とりあえず黄色の方から聞くか。どこの鍵だったの。あの鍵はどこの鍵だったんだ。酒蔵の鍵だ。全然違ったわ。酒蔵の鍵。前にも話したけど、マスターは酒蔵の鍵だけは絶対に俺には渡さなかった。盗み飲みするからかな。事務所のマスターキーの中にも酒蔵の鍵はなかったんだ。それか見られてまずいものでもあるのかな。まさかあんなところに隠していたとは。驚いたぜ。悪運だね。そうだな。で、グレイスは2年前にここに泊まっていたんですか。グレイスは2年前ここに泊まっていたのか。それがよ、わかんねえんだよな。事務室を調べても1年前までの宿帳しかなくてさ。どういうわけか、それより古い宿帳はどこにもないんだ。そうか。で、リンゴの絵どこにあります。ホテルに飾ってあるリンゴの絵がどこにあるか教えてくれ。リンゴの絵？なんだよ急に、変なこと聞くなよ。ちょっと気になることがあってな。ローザからリンゴの絵は全部で5枚あると言われたが。言ってたっけ。4枚しか見つけられなかった。リンゴの絵ね、よく覚えてねえな。2階の廊下と、そうだ、215号室にもあるだろう。あったあった、それは全部調べた。217号室も、階段を降りた廊下の突き当たりの壁のやつもな。悪いけど分かんねえよ俺には。つっかえ。アイドル旦那、酒蔵調べてみるだろう。ああ当たり前のように。酒蔵の鍵を見つけたことをマスターに気づかれる前に調べることにしようぜ。客の範疇を超えた犯罪者らしい。このホテルの従業員は客として扱ってくれないし、どうしたらいいの俺たちは。じゃあ俺はこれからバーを片付けして店を閉めてくるから。1時を過ぎたら、ルイス、やべ。ん？バーはどうした、店を開けたままか。いやー今閉めるところで。ダニングか。だったらさっさとやれ。相変わらず鳥山明顔だな。ダニングはお前を信用してバーを任せるんだ。店の管理はしっかりしろ。あー分かったよ、すぐやるから。へいこらへいこら、すいませんね。ルイスは立ち去った。たくルイスのやつ来たら。いやハイドさん、あんたにまで小言を聞かせてすまない。気にしないでくれ。お前もうちょっと気まずそうにしよう。そうかい、そう言ってくれると助かる。ところでこんな時間にルイスと何を話していたんだね。いや別に大したことは。そうかね。いやこの人も絶対裏あるな。この人が一番裏ありそうだな。それならいいが。いやー面白いなー。じゃあ失礼するよ。ダニングは立ち去った。もう全てがつながっていきそう感が面白いね。12時20分。でリンゴの絵をまた探せってか。ああまあ適当に何か起こりそうなところをうろついてみるか。
あれ、これもしかしてなんかイベント起こってる？普通にローザの部屋に訪ねて、ローザの部屋に絵ないかなって探しに来て、ローザに話しかけたんだけど。そうだよね、そんなに簡単にわかるわけないよね。ちょっと聞きたいことがあるんだ。なんだい？ロバート・エヴァンズという名前に聞き覚えはあるか？ロバート・エヴァンズ？ないね。そうか、ロバート・エヴァンズはミラの父親の名前だ。そうなのかい？ああ、ミラ、あんたのお父さんロバート・エヴァンズっていう人だったんだね。コクリ、かわいいな、ミラは。あんたのお父さんどこにいるんだろうね。大丈夫だよミラ、大丈夫っていうぐらいならその話を振るな。きっと見つかるからね。ハイドさん。ああ、ハイドの旦那は自信満々だな。ああ、リンゴの絵聞きたい聞きたい。リンゴの絵はどこにあるんだ？このホテルにはリンゴの絵が5枚あるって言っただろう。ああ、本当に5枚あるのか？あるよ、何度も数えたことがあるし間違いないね。場所教えてくれ。あの絵は私がここで始めた時から飾ってある絵で、ほら、あれって絵によってリンゴの数が違うだろう。だからリンゴの数に何か意味でもあるのかと思って、マスターにあの絵のこと聞いてみたんだけど、そんなこと知るかって言われちゃって。いや、あの絵には何か意味がありそうだ。本当かい？リンゴの絵をよく見るとアルファベットが隠されていた。アルファベットだって？きっとあのアルファベットには意味がある。だからリンゴの絵が飾られている場所を知りたいんだ。わかったよ。あの絵なら2階に3枚、1階に2枚あるだろう。2階に3枚。廊下と Y の部屋と、あ、違うわ、1階の1枚を見つけれてないのか。1階に2枚。そうだよ、1階中央廊下と、それは見つけた。それから特別室にね。どこ？特別室ってどこですか？聞かして。特別室って何ですか？特別室って何のことなんだ？ロビーの奥にあるこのホテルでたった一つの特別室のことさ。あの部屋の中にリンゴの絵が飾ってあるのか？そうだよ、今では111号室ってことになってるけどね。あった気がする、そんなとこ。今から111号室に入れないか？それってリンゴの絵を見るためだよね。わかったよ、なんとかするよ。 ありがとうローザ。私も知りたいよ、あのリンゴの絵のことはね。助かる。じゃあ今からマスターには内緒で鍵を持ち出してきて111号室を開けるから。マスターかわいそう、従業員と客にむちゃくちゃにされてるホテル。あんた後から来ておくれ。わかった。じゃあミラのこと頼んだよ。くれぐれもマスターには見つからないようにそっと来ておくれよ。さっき会ったばっかだけどね。そう言うとローザは部屋を出ていった。見つからないでよ本当に。さてと、ミラピ、どうする？ミラに父親のことを聞いてみるか。ミラ、そんなに子供みたいな顔して俺を見るな。子供でしょ、どう見ても。父親のことはリンゴの絵のことが分かってから聞くが、お前も一緒に行くか？あ、行くんだ。いいね。ミラは本当に何一つ分かってないもんね、ミラに関する情報は。111号室、こんだけずかずか歩き回ってたら怪しまれると思うけどな、ターニングに。ハイドさん。お、誰だ？ハイドさん、あんた今どこから出てきた？ハイドさん、あんたミラを連れてどこに行くんだ？こんな時間に何をしている？いや、その怪しいな、あんた。こんな夜中にミラを連れ出すなんてなんて男だ。ごめんって、ごめんって。そんなハレンチな男はこのホテルで朝を迎えてくれるな。なんだ、ボットル出て行ってくれ。そんな怒らなくてもいいじゃん。え？ああ、しまった。そうだった、ローザに言われていたんだ。鍵を持ち出してきて111号室を開けるから、あんたはマスターに見つからないように111号室に来ておくれ。いや、え？あれ？これって良くない流れですか？ああ。初めてのゲームオーバー。リトライってできんの？どっからできんの？リトライって。どっから？12時20分。ローザの部屋に行けばいいのか。あ、こっからできるんだ。あ、それは優しい。それはだいぶ優しいわ。よかった。またやり直しかーって思って今、ゾッとしたよ。
多分これ2階に上がってぐるって回ってこればいいってことだよね。この1階に降りて、で111号室って言ってたよね、ロビーに来て、でどこだこれだっけ、あこれか、今いたじゃんここにダーニング、えで見つからないようにだからノックとかしない方がいいよね。失礼します。初めてゲームオーバーしたなあるんだゲームオーバー。111号室マスターには見つからなかったね。見つかったよ、大丈夫だ。ならいいよ、リンゴの絵は奥の部屋に飾ってある。わかった、私はミラとここで待っているから。あ、オッケー、じゃあ自由にさせてもらうね。あでもなんかどうだろう、部屋一応なんか調べておいた方がいいのか。まあでも特に何もないのか。まあいっか、とりあえず奥行くか。失礼します、お邪魔しますよ。デトロイト死刑ですよ、デトロイト死刑が入りますよ、ガサ入れですよ。あこれか、壁に飾ってるんですか。よっこいしょっと、調べる。ほい、壁には生物画が飾ってある。で調べさせてもらいます。ほい、ルルルルルルン、ほうほう、どこだこれか、 T、 あ J だったJ、 リンゴの一つには J のアルファベットが。これで何、ちょっと待って、ジェニーか。よし、これでアルファベットは全て分かった。いつのアルファベットにどんな意味があるんだ。多分ジェニーじゃないかな、猫みたいな名前だけど。J ニーじゃない、これどう、 OK。 ジェニーなんていう単語聞いたことあるっけ。ジェニー、ジェニー、5枚の絵に隠されていたいつの文字をリンゴ数を順につなげると、あ順番につなげなきゃいけなかったんだ、お適当に推理しちゃった。ジェニーという名前になる。ジェニーか、猫っぽい名前だけど。そうだ、ジェニーは事務室の机にあったバースデーカードに書かれていた名前だ。おう、よく覚えてるね。そんなのもはや過去も過去の記憶だよ。あと特に調べなきゃいけないものはある？なさそうだな、反応がないもんね。じゃあ一旦出さしてもろうって。ん？マスター？え？なんで？ミラ！あ、ミラ！ミラ！あ、どうしよう、ミラの息が聞こえ、なんで？なんだと？ハイドさん、大変だ！ミラを助けて！え、なんで呼吸が止まんの？どういうこと？ミラを助ける？どうすんのこれ？こういうのって、やっぱり、あれじゃないの？もっと顔近づけなきゃダメだよ、ハイドさん。え、どうすんの？どうすんの？そんなことしよう、ミラーは助からない。なんかしなきゃいけないのか、これ。あ。何したの？あの、DS を閉じて開けました。DS 閉じたら、あれが一瞬切れるから、いろいろ困るんだよ、そういうギミック。ミラ、気がついたか？あ、どうした？気がついたかって、今息止まってたんでしょ？ミラ、いや、ジェニーを連れて行かないで。ミラが喋った。ミラ、あ、ミラ、あんた声が、私よかった。ミラ、声が出てるよ、あんたの声が聞こえるよ。ミラ、私大丈夫か？どうしたんだ？
やっぱ人工呼吸したのかな。 PS を閉じて開けたっていうこと。思い出した、私思い出した、思い出したら、あの時みたいに目の前が暗くなった。あの時みたいに目の前が暗くなった。詳しく。ミラ、あんたいつから話せなくなっていたの。私、いや、喋るのも長いこと喋ってなかったらリハビリ必要だろうね。ミラ、ゆっくりでいい。お前の話を聞かせてくれ。どうして声が出なくなったんだ。え、尋問するの。ミラにも。何を思い出したんだ。ミラ、何を思い出したんだ。この部屋で一緒に遊んだ。あ、この部屋に泊まったの。この部屋でここに来たことがあるのか。来た。なんだって。え、ここで誰と遊んだんだ。ジェニー。ジェニー。ジェニー、猫か、やっぱり。私、ジェニーと一緒にここでパパを待っていた。ミラも父親も一緒だった。いや、俺ダニングなんじゃねえかって思うけどな。あの時見たいってどういうことですか。あの時見たいってどういうことなんだ。あの時真っ暗になったの。真っ暗になった。パパを待ってた時。ミラ、それはいつの話だ。10歳の時。10歳の時だと。あれ、ミラって17とかじゃなかったっけ。ミラ、あんた今いくつなんだい。年齢出てたっけ。俺の勝手な憶測な可能性。あ、19だったじゃあ違うわ。そう言われた。そう言われた。言われただって。どういう意味だい。どうした。わからない。あそこにいたから、ずっといたから。何、アンブレラ的な施設に閉じ込められたのか。よー、聞けることが多いな。どうして声が出なくなったんだ。怖かったから。ジェニーが泣いて助けてって言った。とっても怖かった。ジェニーって誰。ジェニーって誰。人間。ジェニーって誰なんだ。女の子。女の子。多分ダニングの部屋に飾ってあった女の子がジェニーなんじゃないかな。ここで友達になった。パパが言ったの、ジェニーと待っていなさいって。だから私、ジェニーと遊んでた。でもジェニーは誰かに連れて行かれたのか。ほう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 。誰が連れて行った。男の人。怖い顔をした人。怖い顔をした人が連れて行ったと、ジェニーを。ミラ、お前のパパはどこにいるんだ。わからない。ギャラリーはなくなっていて、だからここに来た。パパと一緒に来たところだったから。ミラ、お前はいつからパパを探している。私、ずっとパパを探してる。目が覚めた時からずっと。目が覚めた時。なんだ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 。どういうことだ。あそこってどこですか。あそこってどこのことだ。ミラ、お前はどこにいたんだ。ロビンズ病院。ロビンズ病院、初めて聞くよね、この名前は。目が覚めたらベッドの上だった。誰もいなかった。だからパパを呼んだの。でも声が出なかった。なるほど。ママは。ミラ、あんたのママはどうしてる。ママはいない。いない。飛行…そうだったっけ。ちょっと話がややこしくなってきた。飛行機事故で死んだから。私、ずっとパパを待っていた。でもパパは迎えに来ない。運命が絡まりすぎててさ、誰の話だったっけってなるんだよ。だからここにやってきたのか。よっ、来れたね。目が覚めた時。目が覚めた時ってどういうことだ。眠っていたの。とっても長い間眠ったままだった。目が覚めた時そう言われた。もしかして飛行機事故を生き残ったのか、ミラは。
そうだったのかい。ミラ、疲れただろ。部屋に戻ろう。大丈夫だよ、私がそばにいるから。ローザはいい人そうだな。母ちゃんだな、完全に。肝っ玉母ちゃんだな。ハイドさん、ミラを少し休ませるよ。リンゴの絵のことは後で聞かせておくれ。わかった。ミラとローザは去っていった。ミラとローザも見られてないだろうな。え、これ出てっていいんだよね。ハイドさん、誰だ。おー、ケビン。あんたか。部屋に戻ったんですが、なんだか眠れなくて、メリッサのそばにいてやれ。そうか。何かありましたか。少し疲れてるように見えますが。そんなことはない。まあもういい時間だからね。だったらちょっといいですか。あなたに聞きたいことがあるんです。なんだ。アイドさんは今111号室から出てきましたよね。詮索するな、死ぬぞ。ああ、それがどうかしたか。ホテル追い出されるぞ。いえ、だったら今まで彼女と一緒だったんですか。彼女。ええ、アイリス、さっき111号室からメイドと一緒に出てきた白いドレスの人です。ああ、ミラか。ミラのことか。ミラ、そうだ、そんな名前だった。そんな名前だった。どうした。ミラのことをそんな名前とはなんだ。そんな名前とはなんだ。ミラはいい名前だ。ああ、違う、そういうことじゃない、そういうことじゃない。別に彼女の名前に文句言ってるわけではありません。ん、あれ、何、何も聞けないの。え、何も聞けないの。なんか見せる、なんか見せるもあるっけ。ミラのことを見せれるような、なんか古い写真とか見せてみる。その写真の人に見覚えはありません。今のミラだと思うけど。あ、これでいいの。待てよ、ケビンは今言ったな。ミラ、そうだ、そんな名前だった。これ俺が多分選択肢間違えたからだよね。ケビンはミラーのことを知っていたのか。あ、え、ケビンまだいる。あ、もう一回話しかけろってことこれ。そういう意味で言ったんじゃないんだけどな。ちょっといいか。何ですか。ミラーを知っているんですか。ちょっと遠回りになったな。あんた、ミラーのことを知ってるのか。ええ、ミラーという名前を聞いて思い出しました。あ、え、もしかしてあなたの病院。そう、さっきのなんちゃら病院。患者の名前はミラ・エヴァンズでしたね。入院してた病院が、あ、これ分かるんじゃないか、ミラが何で入院してたか。いやー、すげえ。どうしてミラを知っているんだ。私が勤務してる病院に入院していたからです。あ、やっぱそうだ。あんたが働いてる病院にいたのか。ええ、サンタモニカのロビンズ病院に入院していました。でも驚きました、彼女とここで会うとは。その入院の経歴というか理由を教えてよ。もう何でも話してくれるでしょ。プライバシーがどうとか言わないよね、今さら。ミラはどうして入院していたんだ。意識不明になって運ばれてきて10年近く昏睡状態だったんです。10年。なんだと。10年近く。10年も意識がなかっただと。やっぱそうなんじゃないの。そうです。半年前に突然意識を回復するまでずっと担当の医師も驚いていましたよ。彼女の回復は奇跡としか思えないと。ただ家族にはそのことを知らせることができなくて、それが残念だと思う。どういうこと。ちょっと聞かせてくれ。家族には連絡しなかったのか。ミラの家族には連絡しなかったのか。もちろん担当の医師が連絡はしましたが、連絡が取れなくて。連絡は取れない。ええ、彼女の長い入院生活の面倒を見ていたのは彼女の父親で、入院中は月に一度は必ず見舞いに来ていたそうなんですが。10年間ずっと見舞いに来ていたのか。ええ、そう聞いています。ってことはお前は会ったことはないんだね、ミラには。でもなぜか彼女が意識を回復してからは来ていないんです。見舞いに来ていない。ええ、いつも来るはずの日に見舞いに来なかったので連絡をしたそうですが、ま、ちょ、なんて言うんだろう、実の娘ではなさそうだよね、さすがに。顔的に見ても失礼だけど連絡はつかなかったとか。ただ入院費は全て先払いされていて困らなかったと聞きました。
まだ病院にいるとばかり思っていましたが、彼女が退院していたとは知りませんでした。まあ全部の患者のこと把握してるわけないしね。あんたはミラの父親に会ったことがあるのか？ いえありません。そうか。ハイドさん、彼女のことを話していて思い出したことがあります。何思い出したんだ？ほら、あなたと初めて話をしたとき、あなたの名前をどこかで聞いたことがあると言ったでしょう。そのことです。え、そのこと言ってたっけ？ミラ・エヴァンズが意識を回復する直前、彼女の入院生活で初めて父親以外の見舞い客が来たそうです。父親以外の人間？ええ、その見舞い客がカイル・ハイドという名前で、絶対ブラッドリーだ。なんだと？よく覚えてるね、そんなこと。ミラ・エヴァンズの父親と連絡が取れなくなったとき、病院はカイル・ハイドという人物を探したのですが、結局見つからなくて。ああ、それぐらい大事だったんだ。ハイドさん、その見舞い客はあなただったんですか？違う、俺じゃない。そうですか。それから彼女は具合が悪くなかったですか？無理はさせないように気をつけてください。さっき一瞬死にましたけどね。きっと彼女の体調は万全ではないはずですから。じゃあ私はこれで。ありがとう、結構いろいろ聞けたな。ケビンはロビーから出て行った。役に立つな、あいつも。ケビンがミラーのことを知っていたとは。ミラーの意識が回復したのは半年前か。ミラーを見舞ったカイル・ハイドも。ブラッドリー、お前なのか？ぽいよね、さすがに。ブラッドリーは今どこにいんの？ポケベルだ。酒蔵の中から出てきたりしないよね、ブラッドリー。また何か分かったことがあるんだろうか。あ、ポケベルか。ってことは電話しに戻ればいいのか。おうおうおお、もう日もまたいで1時来るぜ。12時40分。でも今回2時までだもんね。ちょっと自分の部屋に戻ってきますね。エドに電話をするか。レイチェル、まだ残ってる？もしかして。さすがに帰ってた。ちょっとショック。俺だ、ハイド。エド、何か分かったのか？ああ、ロバート・エヴァンズのことで面白いことが分かった。いいか、ハイド、よく聞け。ロバート・エヴァンズは10年前、お前が泊まっているそのホテル・ダスクを買い取っていた。10年前？はっ。え、ロバート・エヴァンズがこのホテルを？そうだ、エヴァンズがホテル・ダスクのオーナーだった期間は10年前の1969年からの3年間だ。3年間？3年間 ?7 年前までオーナーだったのか。そうだ、それからホテルの名義は現在のオーナーであるダニング・スミスに書き換えられている。あ、ダニングはダニング・スミスなんだ。それは本名なのか。アイド、どうやらこのホテル何かあるな。そんなことは分かっとんねん。らしいな。ホテル・ダスクは1969年からの5年間、休業の期間がある。ほう。ということはエヴァンズはホテルを買い取った途端にそこを休業させたということになる。ほう。ロバート・エヴァンズはどうしてそんなことをしたのか。どうしてその休業中に現在のオーナーであるダニング・スミスはロバート・エヴァンズからホテル・ダスクを譲り受けたのか。謎は多いな。そんな雑談をするために電話をしたわけじゃないんだけどね。アイド、お前がそこで今夜調べていること、案外大きな山につながっているかも。それも分かっとんよ。そのつもりで探してます、今いろいろ情報を。たまな。トトントン。ん？誰だ？こんな時間に客か？みたいだな。じゃあな、気をつけろ。まあね、犯罪の匂いがしてきたからね、ちょっと穏やかではないよね。失礼します。誰？誰だ？誰も名乗らない。あ、ローザ。あんたか。ハイドさん、大変なんだよ。ミラ？どうしたんだ、深刻な顔して。ミラが。ミラがどうした？帰ってこないんだよ。帰ってこない？マスターに連れて行かれたまま。え、なんで？なんだって？111号室か、ミラを連れて部屋に帰ったら、そこにマスターがやってきて、明日の朝一番にミラを警察に連れて行けって言うんだよ。それで私マスターに言ったんだよ。ミラは話せるようになってどうしてここにやってきたのか分かったから、警察に連れて行かなくても大丈夫だって。そしたらマスターが急にミラと話をしたいって言い出して、
ミラを連れて行ったのか。そうなんだよ。どこへ連れて行ったんだ。それがマスターの部屋だと思ったんだけど、ノックをしても返事がなくて。どうしたらいい？あんたは自分の部屋で待っていてくれ。ミラーとダニングは俺が探す。わかったよ。わかったんだ。一緒に探そう。俺ホテルの従業員でもねえし。ローザはそう言って部屋を出て行った。あなたたちはいつもそう。ダニングがミラーを連れて行った。ダニングの部屋に行ってみるか。まあカイロハイドさんも大概なんですけど。どこ行くって言ってた？誰の部屋に行くって言ってた？とりあえずダニングの部屋に行けばいいのか。で、ちょっと行ってきます。大丈夫？おー、なんだ。ハイドの旦那。おー、ルイスか。ん？ルイス、お前か。ローザから聞いたぜ。ミラがマスターと一緒に出て行ったまま帰ってこないって。これからダニングの部屋に行くところだ。じゃあそこはあんたに任せてよ。俺は他のところを探そう。ルイス、酒蔵には行ってみたのか？いや、まだだ。じゃあお前は酒蔵に行ってみてくれ。ダニングの部屋を覗いてみた後、そっちへ回る。わかった。ルイスは立ち去った。頼むぞルイス。酒蔵に何かある可能性は高いよね。で、ダニングの部屋と。ねっとり。誰もいない。え、奥は？なんか今扉あったよね。よっよっ。こっちはこっち。失礼するよ。いるかもしれない。寝室で大変なことになっているかもしれない。大丈夫かな？あ、大丈夫そうだな。あ、でもここまで入ってくるのは初めてだよね。こういうなんか窓のこの微妙な隙間とか超怖くない？気のせい？なんかいるように見える。ちょっと机の上失礼しますよ。壁のこれ何？机の前の壁にはたくさんの新聞記事が貼ってある。あ、そんなか。パンフレット。机の上にはパンフレットが置かれている。あ、これあれかな、言ってたやつかな。机の上にはホテルのパンフレットがある。このパンフレットはミラが持ってたやつ。あ、10年前のパンフレットと同じものだ。どうしてダニングはこのパンフレットを持っているんだ。おや、パンフレットに何か書き込まれている。ワインセル。おい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 、この見取り図の酒蔵に書かれた印は何だ。隠し部屋でしょこれは。俺は机の上の古いパンフレットを手に取った。いや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 、面白くなってきたぞ。新聞の日付は1972年、7年前のものだ。この新聞は、オスターゾーンの作品は商品、小品、商品でありながら光や陰影の表現が特徴的で、どの作品にも彼ならではの繊細でいて力強い感性が満ち溢れ、それは絵を見る者の心を一瞬のうちに虜にする魅力を持っていた。特にその中でも扉を開ける天使という作品は鑑賞者の想像力に委ねる曖昧さもその魅力で、オスターゾーンの絵画を称賛する記事が載っている。ほう。ダニングはどうしてこんなものを持っているんだ。俺はオスターゾーンの記事を手に入れた。あとはこれ何？あ、これは調べれないのか。他は？こっち側。ナイフ？あれ？あ、よしよし。机の上にはジャックナイフが置いてある。あ、そんなか。この新聞は調べれない。このダニングと女の子の写真だ。え、見してよ見してよ。あ、でもそんだけしか見れないのか。この段ボールみたいなのは木彫りに使う、材料の木が置いてある。あー、これ木を掘ってたのか。電気スタンドが置いてある。壁は見たよね。こっち側の壁は？机の横の壁には雑誌や新聞の切り抜きが貼ってある。机の上には本が積み重ねてある。あとはキャビネット。引き出しの中には何もない。引き出しの中には何か入っている。なんだ？ハッピーバースデー。引き出しの中にはバースデーカードがある。このカードはどこかで見たことが。あのオフィスにあったやつだよね。そうだ、事務室の机にあったバースデーカードと同じものだ。誕生日おめでとうジェニー。
カードはすべてジェニー宛てのものだ。これは、まあダニングの娘がジェニーなんでしょうね。一番下の段は調べれる。あー戻っちゃった。もう一回調べて。ちょっと難しいな。ここいける？あー一番下の段は無理なのか？無理か。あーじゃあ棚の中にはお酒が入っている。あちこちにお酒置いとるなこいつ。あとなんか調べれるもんあるか。あれ？これは風呂か？風呂場か？特に目ぼしいものはなさそうなのかな。もうじっくり探れるから。てか前確かこの辺調べてないんだよな。冷蔵庫、お冷蔵庫調べれる。冷蔵庫かこれ。こっちのチェストとか見てないんだよね。小物を入れる小さな棚がある。このキャビネットは、キャビネットじゃない、クローゼットは、大きなクローゼットが置いてある。あでもそんなか。冷蔵庫、大きな冷蔵庫がある。えなんだこれ。冷蔵庫の中にガラスの瓶がある。瓶の中に青い粉が入っている。大丈夫なやつ。なんだろうこれは。これは青の絵の具だ。青の絵の具。俺は古い絵の具を手に入れた。この辺はジャムがある。ジャムかこれ。でお酒、酒のボトルが冷やされている。ほんとあちこちに酒があるな。あとはこんだけか。他調べてないとこってあるっけ。何かの章の盾が置いてある。モップは、あ違うわ、ホッケーのスティックが立てかけてある。あでも特に料理の本が置いてある。税金関係の本がある。大事。特に気になる本はない。彫刻関係の本がある。彫刻が趣味なのか、アーティストなのか。アーティストつながりだったりするのかな。で絵画、壁には花の絵が飾られている。でもめぼしい情報はもうないのかな。結構調べたんだけど特に何もなかったな。じゃあ出てみるか。なんかイベント起こる。ダニングとミラーどこにいるんだ。あの古いパンフレットに書き込まれていた印には何か意味があるんだろうか。え、酒蔵ってどこ？どこって言ってたっけ。ちょっと酒蔵探すわ。お、ここか。もしかしてミラーとダニングはここに。なんかパントリーの中に何の表記もない扉があったんですよ。おー、なんだ。俺はローザから聞いたリンゴの絵のことが気になってそれを調べてみることにした。リンゴの絵は全部で5枚。それは1階に2枚、2階に3枚あった。2階にあったリンゴの絵は2階の廊下と、215号室にあった2枚と、もう1枚は217号室だよね。うん、そうだ、217号室にリンゴの絵はあった。俺は全部でリンゴの絵を5枚見つけた。リンゴの絵にはそれぞれアルファベットが書き込まれていた。俺はローザに111号室の鍵を開けてもらって最後のリンゴの絵を調べた。そしてリンゴの絵を5枚すべて調べて、そこに描き隠されていた5つのアルファベットをリンゴの数の順番につなげてみた。俺は勝手につなげましたけどね。するとアルファベットはこんな名前になった。ジェニー。ケビン推しだなこのゲーム。そうだ、絵に隠されていたアルファベットをつなぐとそれはジェニーという名前になった。リンゴの絵の謎が分かり、隣の部屋にいたローザとミラーのところへ戻ると、突然ミラーが倒れた。呼吸が止まりそうなミラーを必死の手当てで助けると、意識を取り戻したミラーはそれをきっかけに声を出すようになった。そのミラーと話して分かったことは、ミラーは父親と一緒にこのホテルに来たことがあったことだった。その時ミラーは、33歳。俺と年近いじゃないよ。10歳だった。そうだ、ミラーは10歳の時父親と一緒にここにやってきて、ジェニーという女の子と友達になり、そのジェニーが誰かにさらわれたのを見てショックで倒れていた。
うん。ミラーは10歳の時このホテルで意識をなくし、あ、これなくしたって言ってた？そして長い間昏睡状態にあったらしい。そのトラウマが蘇った感じか。そして俺はケビンからミラがケビンの勤め先に入院していた事実を知る。その病院の名前は？なんだっけ？ロビンズ。ロビンズ病院。そうだ、ミラはサンタモニカのロビンズ病院に長い間昏睡状態で入院していて、意識が回復したのは半年前のことだった。ミラが話せるようになり、ミラにまつわる事実が少しずつ見え始め、エドの電話でロバート・エヴァンズが10年前にこのホテルを買い取って、その後ダニングに譲ったことが分かった。そしてローザの知らせでミラがダニングに連れ出されたことを知り、ダニングの部屋を捜索した俺はダニングの机の引き出しからあるものを見つけた。それはダニングの机からあるものを見つけたバースデーカードだよね。そうだ、ダニングの机の引き出しにあったのはジェニーに宛てた何枚ものバースデーカードだった。そしてそのカードを見て俺にもようやくわかった。ジェニーはローザが話していたダニングの娘の名前だということが。7年前に失踪したロバート・エヴァンズとこのホテルとの関係、そのエヴァンズとダニングとの関係に何が隠されているのか。ミラとエヴァンズ、ダニングとジェニー、この2組の親子に隠された謎は何なのか。そしてミラを見回ったというカイル・ハイドも、ブラッドリー、またお前なのか。真夜中のホテルダスクで俺は真実に近づいている。ブラッドリー、そしてお前にも。え、ここまで？あ、まだある。あ、ルイス？あれはルイス。ルイス大丈夫か？おい、生きてる？生きてる？え、生きてるルイス。大丈夫か？お！どうなっちゃうの？